ました、マリコチャンネル。今日は&Bのコスメレビューをしていこうと思います。それではマリコチャンネルスタート。まあね、準備万端、メイクしてませんすっぴんから。で、今日レビューしていくのはメイクアップアーティストの河北裕介さんがプロデュースする無添加処方のスキンケアブランド&Bのコスメレビューをしていこうと思います。無添加系とかナチュラル系のコスメアイテムでも結構界面活性剤とか水溶性ポリマーって入ってるんですよってお話をさせていただきながらコスメレビューをした回がありまして、それ結構好評いただいてて、ぜひね、この&Bのコスメレビューしていただきたい、プラス中の成分まで踏み込んだレビュー配信をしていただきたいっていうことだったので、まあ、数字でね提示しながら一緒にご案内していきたいなって思います。界面活性剤が全部お肌に悪いっていうわけではないんですね。ただ私が界面活性剤水溶性ポリマーを植物由来だとしても懸念してる理由っていうのが3つあります。単体であれば低刺激安全性が高いものであっても、それが重複することによって刺激性である力が増すっていう風に言われてます。低刺激な界面活性剤が使われてるとしても、それが4つとか5つとか6つとかいろいろごちゃごちゃ入ってることで、それってどうなのっていう話になるんですよね。少なからずね、やっぱりお肌にはよろしくないのかなっていう点が一つで、もう一つが肌には良くても常在菌に対してどうなのっていう。で、界面活性剤は黄色の抑制効果っていうのも合わせ持ってますので、肌自体にはあまり刺激がないにしても常在菌に対してはっていうところで、私がちょっと懸念してる部分であるっていうのが二つ目で、三つ目なんだっけ、一番重要なやつ、三つ目がですね、私が成分を重視して肌がもうめちゃくちゃ綺麗になってるのを体感してるから、だからこの考え方に間違いはないのかなって思って、このねやり方を信じてます。ただメイク力を上げたい時っていうのはどうしてもやっぱりね、水溶性ポリマーとか界面活性剤の力を十分に使われたコスメ商品の方がメイク力っていうのは高いのは確実なので、そういった場所にね出向く時はそういったメイクアイテムを使う時もありますし、全くねそういったものを使わない日っていうのを週にね何回か気にかけてお肌を育む日と、お肌にちょっとストレスをかけて社交的なね場に出向く時と、こういう風に使い分けてますので、がっつり成分まで気にしてコスメアイテムを選ぶ基準にされてる方、この辺にね出させていただきますので、ちょっとそこまでね参考にされていただけたらなって思います。まずはこちらの強力な UV カット、日焼け止め兼下地を使っていきたいと思います。で、この&Bさんのこの UV ミルクがもうバカ売れしてるんですよね。ノンケミカル処方なのに UV カット効果が高い。で、今回使っていくのはスタンダードのお色味なんですけれども、2種類ありまして、スタンダードとナチュラルベージュがあります。シミとかね、乾パンとか隠したい部分が広範囲にある方はナチュラルベージュを選んだ方が
いい。比較的ね、ファンデーションでもシミとか部分的に隠すことできるんですけれども、そこまでね、もうちょこちょこしかシミがないですよっていう方は、もうハイライト効果もあるこちらのスタンダードをおすすめします。こういう少し固めのクリーム、パール系が入ってんのかな、パール効果のあるものが配合されているので、このね、パールの光の効果で素肌がトーンアップするような処方になってます。ほら、パール感がめちゃくちゃすごいね、トーンアップする、ぴったりとね、肌に密着してくれます。ファンシーラーになります。オレンジとベージュ二色構成になってまして、目の下のクマだったりとかくすみの部分にはこのオレンジを、でその他の部分にはこのベージュを使います。オレンジベージュとオレンジとライトベージュの2種類の構成になります。どっちともね、このオレンジのカラーは一色使いなんですけれど もうよっぽどの色白じゃない限りベージュで大丈夫だそうです。でこのね、アンドビーさんのホームページにこれの使い方の動画があるんですけれども、もうそれね、全然参考にならなくって、メイクされてる子がやっぱり20代とか隠したいところが何もない方なので、本当にね、これ塗る箇所も少ないんですよ。ただ隠したいところがたくさんある方はこれをもうファンデーションのようにして、がっつりね、塗ってった方がいい。もともとカバーしたいところだけにこれを使用して、自分のね、肌が綺麗な部分はそのまま見せていきましょうっていうようなメイクの仕方になるそうなので、でまずね、このね、目の周りの黒い部分にこういうね、三角形にオレンジを塗っていきます。その他の部分は、目の周りのクマ以外の部分にはこっちの、ベージュの色をのせていきます。ここがね、オレンジの部分、ここと、このきれいですね、きれい、うん、ツヤ感も結構あるし、クマはね、本当にちょっともうちょっと塗ろうかな、ここ、ここのシミだけここまたオレンジ塗って、周りをこっちのベージュでこうぼかしていく。消えましたね、ここシミで、まあ、たるみはね、たるみは出てるけれども、目の周りが少しね、オレンジがかってるけれども、自然な感じでくすみをカバーできたかなって思います。毛穴はフラットに隠れてます。ヌーディー感もありながら、ツヤ感もありながら、カバー力も高い。ただね、ちょっとメイクしにくい、ちっちゃなチップでちょん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 しなきゃいけないから、だからほんと隠したいとこだけメイクすればいいのかもしれないけれども。そして次、グローハイライター、こちらをお顔にのせていきたいと思います。これはもう本当にね、ハイライト効果があるものなので、ここのね、三角の部分にのせていきます。もうパールね、だからもともとね、このファンシーラー自体にかなりのツヤ感、光沢感があるので、これいらないかなっては思うんですけれども、かなりね、ねっとりしてる。で色味はあんまりなくって、本当にこのパール感をプラスする感じになります。
でもこの目の下のいらんかな。本当にね、濡れた感じになる。いらんかな。ツヤと濡れ感ってまたちょっと違いますよね。なんか濡れ感は私あんまり好きじゃないかな。濡れ感好き？濡れ感好き？で、今度はプレストクリアパウダー。これはルースパウダーみたいな感じになります。うっすらベージュの色ですけれども、特に色味が出るっていうようなものではない、おしろいですね、ルースパウダーだから。この鼻とかバッチリ隠れた毛穴が、毛穴隠せてたけれども、これを塗ることでゼロになった。やっぱりね、この吸着力があるような、リキッドですとか、今回のファンデーションもかなり吸着力があったので、そういったものとこのルースパウダーっていうのはとても相性がいいので、あとはそのおでことかね、テカリすぎてる部分を少しこう抑えるような感じ。ちょっとね、メイクを完成させていきたいと思います。簡単にですけれども、メイク完成してきました。ツヤ感もあったし、透明感もあったし、カバー力も本当にしっかりあった。ただファンデーション、そのね、広範囲にね、シミとかがないので、ベージュのファンシーラーを使う箇所っていうのが少なくてね、もっともっとこうヌーディー感を持たせた感じでメイクを仕上げることできるのかなっても思ったんですけれども、逆にシミとか看板とかそばかすとかね、隠したい部分が多い方はメイクに結構時間がかかるものなのかなって思いました。ただそのクマのね、部分をオレンジのこのファンシーラーで色をね、重ねてベージュで整えるっていうのは本当にこう気づかれないぐらいに綺麗にカバーすることができる。ただね、これ私もコンシーラーとして使うかなっていう代物。ただ若い子はもう本当にこれ一本で手軽にね、隠したい部分だけ隠して、あとはもう素肌でいける部分はこういったのでね、フェイスパウダーで抑えたりとか、逆にこのグローハイライターでツヤ感を出してほぼすっぴんの状態でメイク仕上げるっていうのはいいかなっては思いましたけれども、ただね、本当に綺麗です。メイクアップアーティストの方が考案された、そういったこう工夫がね、垣間見える、技術が垣間見えるようなコスメアイテムだったかなって思います。でね、毛穴が本当に私のボコボコしたイチゴ毛穴が綺麗に隠れたんですよ。ノンケミカル処方でここまで綺麗にね、毛穴がこう隠せるのもすごいなって思いましたし、ただ私が使うとしたらファンデーション的なものではなくって、コンシーラー的な感じでこの2つを綺麗に使い分けてお出かけ用のメイクとして取り入れたいかなって思いました。8時間経過しました。結構ね、残ってるんじゃないかなと思います。で、マスクもつけたり外したりしてた割にはマスク写りもね、あんまりなかった。日焼け止め兼化粧下地とこのファンデーションとかの相性がすごくよくって、もしお使いになるんだったらライン使いされた方がいいかなって思うぐらいぴったりとね、肌に密着してるような感じ。
だからマスク移りが上から全体的にルースパウダーをつけてなかったんですけれども、それでもねマスク移りが抑えれてたのかなって思いました。少しねメイクがこう浮いてきたりっていうのはあるけれども、鼻が一番マスクと接触するんですが、あんまりね取れたのもない。ただこことかはねちょっとよれたりしてるけれども、かなり綺麗な状態でキープできてるのかなって感じました。石鹸でね1回でオフができるものなんですけれども、やっぱりねちょっとね残りました。ここ見えますかね、毛穴にポツポツと入ってしまってる。ただこれファンデーションの中に蜜蝋が入ってたんですよね。で蜜蝋って温度が低いところではやっぱり固まるような性質があるから、化粧崩れがしないように多分入ってるんだと思うんですけれども、やっぱりね冬はねこうやって石鹸で一回オフするのはちょっと難しいかなって思います。私とか特にお鼻周りは毛穴とかね凹凸が多いので、石鹸一回でオフするのはちょっと難しかったかなって思います。ただ石鹸一回でオフできるイコール成分的にめちゃくちゃナチュラルでいいメイクアイテムっては限らないんですよね。やっぱり天然成分である蜜蝋なんかを入れてしまうと、石鹸一回ではなかなか上手にオフができなかったりする。あとはその季節によってね左右されちゃったりする。ただそれはね石鹸一回でオフができないときはクレンジング剤は使っちゃダメですよ。アーモンドオイルとかオリーブオイルとかそういったもので、こういうねオフしにくい部分だけメイクを浮かせてティッシュでオフして、石鹸一回で洗い流したら綺麗に洗い流せますので、アンドビーさんのコスメアイテムでメイクされるのであれば、そういう風な落とし方をしたらお肌にね全く負担をかけずにオフすることができるかなって思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。今日は&Bのコスメレビューをさせていただきました。結構ね口コミ評価も高くって、もうバカ売れしてる商品なんですね。でまた春に新発売のファンデーションがあるっていうことなので、まあ、そっちもね楽しみにしたいなって思います。で物自体はすごく良かったので、あとは使い勝手が良かったらねリピートしてたかなっていう感じかな。メイク仕上がりは本当に素晴らしい。ただ40も50もなってくると、もうメイクをするっていう作業がもう億劫になってくる年なんですよ。何でもかんでもねもうそこに時間かけるのがもう煩わしくなってくるので、もっとね手軽にねいろいろこう隠したいところが隠せたらっていうのは贅沢な悩みなのかな。それではマリコチャンネル、また来週木曜日、バイバイ。